台風13号から変わった熱帯低気圧の影響で県内では昨日夜から今日未明にかけて一時強い雨が降りましたが県内に大きな被害はありませんでした県内では昨日夜から今日未明にかけて一時強い雨が降りましたが大きな被害はなく現在は広い範囲で晴れ間が広がっています夜の間角田市と涌谷町の全域石巻市、大崎市 南三陸町川崎町の一部に出されていた高齢者等避難はすべて解除されていますこの後、昼過ぎから夜の初めにかけては曇りで夕方には雷を伴い局地的に1時間に30ミリ以上の強い雨が降るおそれがあります土砂災害や低い土地の浸水河川の増水に注意警戒が必要です また大気の状態が不安定で落雷、突風、氷にも注意が必要です。